大石武一は、日本の医師、医学博士、政治家、衆議院議員、参議院議員、環境庁長官、農林大臣を歴任した。仙台市元常磐町一番地に、後に衆議院議員を務めた大石とも春の長男として生まれた。宮城県男子師範附属小学校から、宮城県立仙台第二中学校、第二高等学校に進学したが、 中学校ではテニス、高等学校では野球に熱中した。高校時代には結核性の六膜炎に罹患して、留年、翌年には腹膜炎を患った。1935年に東北帝国大学医学部を卒業、1940年に同大学大学院医学博士課程を修了した。これら医学の専攻は父、林地の勧めに従ったものであったが、 大石自身は少年時代から動植物に関心があり、大学では植物学を学ぶのが本来の希望であった。医師となった後には東北帝国大学医学部や国立仙台病院などに勤務し、終戦時点での大学病院の役職は助手であった。1948年春、第一次、吉田内閣で農林政務次官に在任中だった父、林地が急死した。 リンチは死亡する2時間前、大石に立派な政治家になって、私のやり残した仕事を仕上げよと告げた。その意思を継いだ大石は1948年5月21日に行われた宮城2区の補欠選挙に立候補、初当選して、衆議院議員に就任した。これ以降、通算10回当選し、自由民主党では、河野一郎派、河野の死後は、 中曽根康弘派に所属した。中曽根派内では、桜内義夫、稲葉治、山中貞則と共に、四天皇と呼ばれ、憲法改正の主張など、高派とされた河野、中曽根に対して、自然保護、軍縮や平和運動に、積極的だった大石は、派と派として知られた。百七十一年七月五日に組閣された第三次、佐藤内閣改造内閣において、 環境庁長官として初入閣した。環境庁はその4日前の7月1日に新設されたばかりであり、その長官は山中貞則総理副総務長官が兼務していたものの、実質的な初代長官は大石であった。長官在任中に大石は4日市前速の対策にあたり、また観光客増加によって自動車道路の建設が計画されていた大勢を、 彫像小屋の平野調整の工事中止の直訴を受けて、視察し、建設促進派の田中角栄通産省、福島、新潟、群馬の三県知事の反対にこうして、建設の中止を決定した。また、水俣病の患者認定基準作成においては、疑わしきは認定するとして、救済対象を広げた。さらに、野鳥の保護など環境行政の基礎を固め、 その獣王無人の活躍ぶりから正義の味方、月光仮面と呼ばれた。1972年6月にスウェーデンのストックホルムで開催された国際連合人間環境会議に政府代表として出席した。1976年に組閣された三木内閣改造内閣では農林大臣として二度目の入閣となったが同年末の 第34回衆議院議員総選挙で落選。翌1977年、参議院議員として国会に復職した。1983年には自由民主党を離党し、新自由クラブに転じた。同年の第13回参議院議員通常選挙で、新自由クラブは、社会民主連合と新自由クラブ、民主連合を結成し、選挙に臨んだが、 比例代表名簿で2位であった大石は落選、政界から引退した。議員在任中は自然保護議員連盟会長のほか国際軍縮促進議員連盟会長として軍縮、平和運動を議員外交で繰り広げ、1968年のピースフォーラムでは平和演説を行った。政界引退後はバジチクさん会館館長、 全国畜産農業共同組合連合会会長理事、全国上場クラブ振興協会会長、イカ芸術クラブ理事長宮城県畜産農業共同組合連合会会長理事などの公職を務めたほか、緑の地球防衛基金会長、東京都ゴミ焼却工場建設反対署名運動、おぜを守る、今和会代表、環境政党、緑と命のネットワーク推薦人など、 市民運動の第一線に立ち続けた。また、岐阜県長良川川口関建設や熊本県、川辺川ダム問題に関わり、環境問題や公共事業の問題に積極的に関与した。東京都目黒区三田在住であったが2003年10月、心不全のため道区内の病院で死亡した。長男、大石正光は国会議員。 ABCDFGH e 花とヒューマニズム、仙台日光卒業生のページ中島慎吾、2010年5月7日、閲覧、官報、第2483号、昭和10年4月16日、P542 戦後の補欠選挙アーカイブド2006年12月10日、アットザウェイバックマシン、佐藤玲。ありがとうございます。